ハインリヒは、ホーエンシュタウフェン朝第六代のローマ王。ローマ皇帝フリードリヒ二世の着手だったが父と不和になり、廃位された。母は、アラゴン王女コンスタンサ。イボ帝にコンラート四世、サルデーニャ王、エンゾ、アンティオキア皇フリードリヒ三世、マンフレディ。イフケイに、ハンガリー国王、ラースロー三世。ローマ皇帝フリードリヒ二世の長男。フリードリヒが、 定位につくにあたって、幼くして、ローマ王の地位を譲られた。フリードリヒは、教皇との関係から皇帝としての名誉と王の実権を共に握ることができなかったからである。夫一世以来の皇帝は常にローマ王を兼ねていたが、定位から王位が分かれるのは、初めての事態であった。皇帝がローマ王位を兼ねていれば着手が共同のローマ王となった場合でもその王位は、 皇太子としての意味しか持たない。しかし父の皇帝が王を兼ねないハインリヒは状況が異なり名目上単独のドイツ君主だった。しかし、ローマ王位を手放してなお、シチリア王とイタリア王を兼ねることで、ローマ帝国の本土たるイタリア全土を治めていたフリードリヒ皇帝は息子を皇帝管理下のドイツ総督としか見ていなかった。そして皇帝は王を無視して、ドイツ諸公に、 様々な特権を与えて怪獣していた。このため王権を削られたハインリヒは、父との確執を深め、やがて反乱を計画するに至ったのである。親子の交流は、極めて乏しかった。息子の反抗心を知った父は話し合うため、直接対面したが、交渉は成立せず威圧しかできなかった。そして父ほどの手腕や権威を持たないハインリヒは、諸侯の指示を得られず、 芝叩たたく間に配備された。ハインリヒは目を潰された上で護送され、あとは処刑を待つのみと悲観して、橋の上から崖に飛び込み実殺した。しかしこれも誤解であり、息子を殺す気まではなかった皇帝は深く悲しんだという。判断者として、正当の国王と認められないため通常は、ハインリヒと格好書きされる。格好書きのつかない、ローマ王ハインリヒ七世は、 ルクセンブルク開発の皇帝ともなった100年後の人物である。ただし、フリードリヒ2世の次に皇帝に即位した人物でもあり、奇妙にもフリードリヒ2世の時代という点では共通している。真珠の霊を受けるハインリヒ7世1211年にハインリヒはフリードリヒ2世とコンスタンサの子としてシチリア島で生まれる。1212 12年に 皇帝夫を4世の対立王に選出されたフリードリヒ2世がシチリア島を立つ際にハインリヒがシチリア王位につけられコンスタンサが聖書とされた。フリードリヒ2世がアーヘンで皇帝に即位した後ハインリヒはコンスタンサと共に帝国に移住する。1217年にハインリヒにシュバーベン皇位が授与され、1219年には ブルゴーニュ王国の失政権が異常された。フリードリヒ2世は、ローマ王が持つ特権の放棄を諸公に約束し、その代償として1220年春のフランクフルトの帝国会議で、ハインリヒがローマ王に選出される。フリードリヒ2世は皇帝即位に際して、皇帝権力とシチリア王位の一体化の断念を約束していたが、彼の後継者であるハインリヒが、 ローマ王とシチリア王を兼任したことで、シュタウフェン家の下での定権と王権の一体化が実現する。ケルン大司教、エンゲルベルト、バイエルンコルートビヒ一世の保護に置かれた後、1228年からハインリヒは申請を開始する。しかしハインリヒは、フリードリヒ二世から完全に独立した状態で、政務を取ることができず、ハインリヒの立場は、 俗習の総督に例えられている。ハイン・リヒが20歳に達した頃には、父のフリードリヒ2世と不仲であることが知れ渡っていた。ハイン・リヒが、フリードリヒ2世の政策に疑問を抱いた理由としては、イタリアでの王権強化策とアルプス以北の諸公の、地位を尊重する、相反する姿勢、親子のカトリック信仰心の際、帝国の財政難が挙げられている。また、ハイン・リヒは、 ボヘミア王国の王女、アネシュカとの結婚を望んで、すでに子を設けていた日のマルガレーテとの離婚を考えていたが、ハインリヒの計画は、マルガレーテの実家であるオーストリア公国との婚姻関係の構築を施行するフリードリヒ2世の意向に反するものだった。アネシュカが修道女となったことでこの問題の決着はついたが、不死の間には、わがかまりが残った。 リエージュの市民と司教の間にさかいが起きたとき、ハインリヒは市民の側に立ったため、帝国諸公の反発を招いた。1231年に諸公の主導で開催されたボルムスの集会で、ハインリヒは諸公の利益のための定めを発布した。諸公の利益のための定めによってすでにフリードリヒ2世が正界諸公に与えていた特権の多くが、 世俗諸行に拡大され、ローマ王権は制限される。フリードリヒ2世は、ハインリヒとの話し合いが必要だと考え、ハインリヒ2231年11月のラベンナでの帝国会議への出席を求めるが、会議の場にハインリヒは姿を現さなかった。周囲に促されたハインリヒは1232年のアクイレイアの帝国会議に出席し、十数年ぶりに、 フリードリヒ二世と対面するが、不死の立場からは、出席を皇帝と王の立場からは、多くの要求を受けた。数週間後に、帝国会議の場は、ちびだれに移され、会議の場でハインリヒは、帝国諸侯と教皇への従属を約束させられた。教皇庁の働きかけに応じ、1234年に、ハインリヒは、ロンバルニア同盟と結託して、反乱を起こした。 1234年9月、シチリアにいたフリードリヒ2世が帝国に向かったことを知ったハインリヒは反対派の人間を集めてアルプスの峠の封鎖を試みた。しかし、ハインリヒの味方はミニステリアーレのみで、ハインリヒを支持する諸侯は皆無であり、同盟者であるロンバルディア同盟の軍隊も防衛戦を得意としていても侵略戦には不慣れだった。 フリードリヒ2世は軍隊を伴わずアルプスを越え、在下を投じて、反乱を解決した。1235年7月2日にハインリヒは、ビンプフェンの王宮に出頭し、フリードリヒに降伏する。7月4日のボルムスの帝国会議で、ハインリヒは、王位と全財産を没収された。ハインリヒが廃位された後、弟のコンダーアートが新たなローマ王に即位する。ハインリヒは、 ハイデルベルクに抗菌された後、目をつぶされアプーリアに移送された。ハインリヒは、メリフィ近郊の六家さフェリーチェの獄中で6年間過ごし、ニカストロに移されることになるが、護送の途上で乗馬と共に、断崖から落ちて絶命した。ハインリヒの死は、事故ではなく、彼の意思による自殺だと考えられている。ニカストロへの移送の前、フリードリヒ二世は、 ハインリヒの赦免を決定していたとも伝えられ、父としてはその非合の死をいたんだという。曖昧で、移り気無計画な性格の持ち主で、こうした性格による政策が、帝国諸侯との対立を招いたと言われている。ハインリヒは、フリードリヒ2世が持っていた鹿に対する感性を受け継いでいると言われ、喪失した王位の紋章を奪われる時も歌うことを止めず、 朝に歌い夕に泣いたと伝えられている。アプーリアの城に移送されるとき、前述のように、ハインリヒの目は潰されていたと伝えられている。ハインリヒの遺体には、金銀が織り込まれ、わしの翼の模様の衣服を着せられて、コゼンツァの教会の石棺に埋葬された。1998年に、ピサ大学とカラブリア大学の研究チームによって、 古前座のハインリヒの遺骨の調査が実施され、ハンセン病の患者に共通する特徴が確認された。ハインリヒは死の数年前にハンセン病にかかり、死の直前のハインリヒの用紙は強制的な隔離を要するほどに悪化していたと推定されている。1225年11月25日、ニュルンベルクでバーベンベルク家のオーストリア校。 レオポルト6世の娘マルガレーテと結婚したが、2子はいずれも創生した。ハインリヒ7世の死後、マルガレーテは、オタカル2世と再婚した。ありがとうございます。